スコットランド人、スコットランド人、スコットランド人、スコットランドゲール語、アルバナッチ、スコットランド語、スコッツ風詞は、スコットランド国民、または、スコットランドを、その土地とする民族こと。単に、スコッツ、スコッツとも言う。歴史的に彼らは、ピクト人とゲール人の融合から生まれ、南を接していた、ブリトン人を組み込むだけでなく、 アングロサクソン人やノース人のような侵入的たゲルマン系の所属を取り込んでいった。現代的な用法では、スコットランド人、またはスコッツは、言語、文化、家族の先祖、または遺伝的起源が、スコットランド内にあるものを指すため使われる。ラテン語のスコティは、もともと5世紀に特定に使用された名称で、アイルランドに住むゴイデリック人を指していた。 しかし時には古めかしく軽蔑的な意味合いから、スコッチという名称もスコットランド人を指して使われる。しかしこの名称は現在では、主としてスコットランドの外でしか用いられていない。スコットランド国外の多くの国々にも、スコットランド系の人々がいる。ハイランドクリアランスや、ローランドクリアランスの影響によるものや、大英帝国にスコットランドが参加したことによる移民。 そして後期には産業の衰退と失業を理由として世界中にスコットランド系の人々が見られるのである。スコットランド人の大集団は南北アメリカ大陸、オーストラリア、ニュージーランドなど新大陸に移住した。カナダでは高い割合でスコットランド人の存在感がある。アメリカ合衆国に次いでカナダではスコットランド人を先祖に持つ人々が2番目に、 大きな人口を持っている。彼らは自らのスコットランドの言語と文化を引き継いでいる。スコットランドはその歴史の中で異なる期間に人の移住や定住を経験している。ダルリアダ王国のゲール人、ピクト人、そしてブリトン人たちは中世ヨーロッパの民族の多くと同じく独自の騎神人を持っていた。アングル人やサクソン人といったゲルマン民族は7世紀初頭に到来し、 一方で、ノース人が8世紀以降スコットランドの多くの地域に定住した。デイビッド一世時代にあたる中世最盛期、フランス、イングランド、ネーデルラントからの移住者がいた。多くの有名なスコットランドの加盟、ブルース家、ベイオールやマレー家、スチュアート家はこの時代にスコットランドに到来した。現在のスコットランドは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。 イギリスを構成する国、イギリスのカントリーの一つであり、スコットランドに住む人々の大半は国籍法において連合国市民である。ブリテン島がヨーロッパと地続きだった、紀元前6000年頃、ヨーロッパで狩猟、最終で生きていた旧石器時代人が徒歩でやってきた後、氷河が溶けてブリテン島が島となってからも人々の移住が来、 紀元前3000年頃の新石器時代には農業と定住化が始まった。中世初期までにスコットランドには複数の民族的または文化的集団がいた。彼らは現在の文献からピクト人、ゲール人、ブリトン人、そして国の遥か南東に定住するアングル人と分類されていい。文化的には彼らはその言語に応じて分類されていた。 スコットランドのほとんどでは十三世紀までケルト語が話されていた。これらには当初は少なくともブリトン人のみならずゲール人トピク人も含まれていた。ノーザンブリアのアングル人を含むゲルマン系の所属はスコットランド南東部、北はホース湾から南のツイード川間の地方に定住していた。彼らはカイル平原を含むスコットランド南西部をも占領していき、彼らの話す。 公英語は最終的にはスコットランド語として知られることになる言語の最古の形だった。後、ノルウェー、アイルランド島、デンマークからノース人がやってきて北部と西部で非常に顕著な数を占めるようになった。最近発見されたのはアウターヘブリディーズの男性約30%が異なるノース人の遺伝子マーカーを DNA に持っていることだった。9世紀 ゲール語の使用は、スコットランドのほぼ全道に広がった。そのピークは11世紀から13世紀であった。しかし南東部の言語とはならなかった。エドガー一世による、スコットランドイコールイングランド間のノーザンブリア分割後、スコットランド王国は、多くのイングランド人を国民として抱えることになった。彼らの多数は、ノルマンコンクエス以後イングランドにやってきた可能性が高い。 コースワンの南東は東ジロー老アンとボーダーズ、古英語でローシーンに含まれ、古英語の北部方言でコスコットランド語としても知られる言語がされていた。ノーザン・アイルズ、北部島諸部、オークニー諸島とセトランド諸島とケースネスの一部はノルド語圏だった。ケースネス西部は20世紀に入って、ゲール語圏に入った。1200年代から1500年代、コスコットランド語が、 スコットランドのローランド地方、ガロウェイとハイランドラインの間に分散していった。1500年代から近年まで、スコットランドは、一般的に二つの言語グループに分割されていた。スコットランドゲール語、英語話者には、旧称、スコティスで知られ、18世紀の多くのローランド、住民にはアイルランド語として知られていたを話、す、ハイランダー、ハイランド住民とイングリス、後に、 スコットランド語を話し、後に英語圏となったローランダー、ローランド住民である。今日では移民が異なる言語を持ち込んでいるが、スコットランド中のほぼ全ての成人は英語に堪能である。今日、スコットランドはわずか500万人ほどの人口を持っているに過ぎない。その大半が自らをスコットランド人だと考えている。さらに、スコットランドの総人口よりも、 海外で暮らすスコットランド人家系がより多い。2000年米国国勢調査において480万人のアメリカ人がスコットランド人家系であると回答した。これは米国総人口の1.7%にあたる。母国で暮らすネイティブのスコットランド人であるように多くのスコットランド系アメリカ人がいるのである。1717 17年から1775年までの間。 約25万人のアルスター・スコットランド人がアメリカ植民地に移住した。現在アメリカに住んでいるアルスター・スコットランド人移住者の子孫は2700万人以上だ。概算されている。カナダにおいては2001年のカナダ人口調査によると、スコットランド系カナダ人コミュニティは471万9850人を数えた。 スコットランド系カナダ人はカナダにおいて三番目の大きな民族州である。スコットランド文化は特にノバスコシア州で栄えてきた。ケープブレトンにおいてはローランドとハイランドの両スコットランド人が大勢定住し、住民の少数が未だにカナディアンエール語を話している。スコットランド人の多くが連合王国の立地域、そしてアイルランド共和国、特に アルスター・スコットランド人社会のあるアルスターで暮らしている。イングランドとウェールズにおけるスコットランド系の人々の数は古くからの複雑な移住パターンがグレートブリテン内で行われたため定義するのが不可能である。現世代一つについてはスコットランド生まれのおよそ80万人がイングランド、ウェールズ、北アイルランドのいずれかに現在住んでいる。 他のヨーロッパ諸国でもスコットランド系人の割合がある。数世紀にわたってスコットランド人は商人や兵士としてヨーロッパ本土へ移り住んだ。多くはフランス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スカンジナビア、そしてオランダへ移住した。近年一部の学者は25万人以上のロシア人にスコットランド人の地が流れていると示唆している。 スコットランド人の多くがオーストラリアとニュージーランドにも住んでいる。ニュージーランドにやってきた最初のヨーロッパ人入植者のおよそ20%がスコットランド出身者だった。スコットランドの影響は今もニュージーランド国内に見られる。ニュージーランド南東の都市ダニーデンは特にスコットランドの遺産を継承していることで知られ、その名称も市の創設者である。 スコットランド人がエビンバラへのオマージュとして名付けたものである。オーストラリアにおいては、スコットランド系人はかなり均等に国内に散らばっていい。ラテンアメリカにおいては、スコットランド系人がブラジル、アルゼンチン、チリに顕著に見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。